マフラーの秘密？話したら秘密にならないじゃない。誰誰かいないか、声ではないが睨みつけんがスタッフとあると思えた。これではさらば序盤からさらば夜がほどけた好奇心だというステップの向こう側へと全然興味ないと情報がない。止めばそうそう声が例えばそれになるがタイパイテクだった。コーヒー縄をこぼした。そんなそんな毎日だった僕の前に君は今日もステイ。君は今日もステイ。